西武13連敗。西武、青山が3本塁打を浴びるなど4回8安打4失点と崩れ、ロッテ戦は開幕から13連敗。同一カードの開幕13連敗はリーグワーストを更新し、1965年の産経1軒ヤクルトに並ぶプロ野球ワーストタイ記録となった。初回にポランコ、外に2者連続弾を浴びると、3回には再びポランコに右翼上段に特大アーチを許し、勝負を焦った、と悔しがった。チームは3連敗で今季ワーストの借金34。渡辺監督代行は、初回の複数失点で厳しい試合になった、と嘆いた。ポランコを、外を、連続弾。マジか、ポランコ2打席連続。もうやめて、セーブのライフはゼロよだから3打席連続ソロやめて。13連敗。大記録。明日勝つしかねえな。しれっと借金34もグロい。なんとか1勝したい。なんじぇ今 Q チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。